ステップ4、波長変換。今までは各装置を説明したんですけれども、それが、メモリとか、格子とか の使い方としてはそれが説明してたんですが、それが合わせるようにしなければなりませんですよね。それが一つのシステムを作るためにはと構造して、一つのシステムを作ること。そして問題は全てのハードウェアが特徴な波長があるんですが、それが、最適なの波長があるんですね。そして例えばメモリーが光を放出したりと、特にはそれが、まあ、特にはイオントラップの場合にはそれが波長は決まってるんですが、そしてレーザーの波長もそれが制御で使うんですが、それの波長も結構重要になります。それからファイバーは特には問題があるんですが、それが波長によってどのぐらいの光を吸収するのかはかなり変わります。例えば最適の場合には 0.7dB per kilometer になりますが、最悪の場合には 1km あたりには何 dB にも下がる場合もあります。そして、デテクター、検出器なんですが、それももう特別な波長には最適になります。で、どうやってこれの技術全部使って一つのシステムを構造できるでしょう。波長変換も重要になります。必要になるんですね。そして、それが確実に各コンポーネントがつなげなければなりませんし、効率的にもしなければなりません。そして、変更なんですが、その変更によって、それが電荷分布としては変わるんですが、それからそれが油電体の材料で作るものになります。波長変換、波長板とかになりますね。変更板とかになりますね。そしてこれがポーラリゼーションの状態なんですが、こういう数式で書けられます。このエプシロンゼロがそれが、パーミティビティなんですけれども、そのパーミティビティが油電率になるんですね。そしてこの、解が、susceptibility になるんですが、それが感受率になります。で、これが1乗、2乗、3乗のタームもあるんですが、それが、まあ、order end と呼びましょう。それから、この E が、その電波の強さなんですが、その振幅ですね。そして、電波が弱い場合には、それが、まあ、なんとも、なりませんので、基本的にこの最初のテームだけにそれが線形型になるんですね。ですが、レーザー使うとかなり強い電波を作れるので、この地上のテームなどには影響できるようになります。そしてその概念を使いたいんですが、地上の場合にはそれがポーラリゼーション、変更としてはどうなるんでしょう。そして、2つのインプットの周波数、2つのインプットの波長を入れて、何かの装置に入れたいと考えているんですが、1つ目の、周波数としてはオメガ1、2つ目はオメガ2と呼びます。そして、この P の事情になりますが、それが2分の1にかけるとエプシロン2、エプシロン0、解の事情かけるこの表現。1の事情かける1プラスコサイン2オメガ 1t プラス E2 事情かける1プラスコサイン2オメガ 2t プラスこのターミにも、さっき上の方にはこの1プラスコサインになるんですが、下の方には解の事情かける E1、E2 かけるコサインオメガ1引くオメガ 2t 引くコサインオメガ1プラスオメガ 2t になります。そしてこの
周波数の差 とその3が結構重要になります。そして、アウトプットの光なんですが、4つのコンポーネントになって、その各コンポーネントとしては別の周波数、別の波長 になるんですが、2オメガ1、2オメガ2、オメガ1マイナスオメガ2、オメガ1プラスオメガ2。これが、まあ、物理的には可能になるんですけれども、これがどういうふうに装置を作って使えるんでしょう。それが重要なことになるんですが、この2つのテーマを使いたいと思います。そしてこういう装置になるんですが、2つの光を入れる。オメガ1とオメガ2の状態の光をインプットとして、この解の事情のものを通して、アウトプットの光 の周波数はオメガ3になります。そしてそのオメガ3のチューニングとして我々を使いたい波長を作れることは可能かもしれません。そしてこれが材料としては次第なんですけれども、2つの種類に分けられます。一つの手法としては、それが some frequency で、これを足し算にするなんですが、オメガ1プラスオメガ2の光を入れて、それが、まあ、足し算になって、エネルギーが上がって、そして出てくる、放出する光は、それの合計にはなるんですね。オメガ3イコールオメガ1プラスオメガ2になります。それから、difference で、それは差分のことなんですが、その差分が、まあ、DFG と呼びますが、sum は SFG と呼びます。この difference の場合には、一つ の波長 が短い、エネルギーレベルが高い光を入れて、そしてその周波数は高いものなんですが、オメガ1になります。そして出てくる光は、まあ、2つが出てくるんですが、オメガ2とオメガ3 で、そのオメガ3 は重要なアウトプットになるんですが、そのオメガ3の周波数イコールオメガ1マイナスオメガ2になります。そしてそれはこういうふうになるんでしょう。そしてオメガ1イコールオメガ2の場合だったら、特別にはこれがセカンドハーモニックと呼びます。で、これが二次ハーモニックをジェネレーションになります。そして問題は非線形型になってるんですが、その非線形型が効率はかなり低い。そしたら、ディスパージョン の, そのビームは広がってしまう場合には、それ一つの原因になりますが、そうすると、それがだんだん、位相 の関係がなくしてしまいます。それから、そうすると、その振幅が消し合い干渉になるんですが、これを抑える、対策としては、その位相マッチングとしてはかなり重要になります。それが、一つ の技術としては、それが、まあ、ピリオディックポーリングと呼びますが、そのピリオディックポーリングとしては、それが、プラスマイナス、プラスマイナスの材料、まあ、薄い層を作って、それが、まあ、サンドイッチみたいなことになります。で、それ周期的な分極反転になるんですが、ニオブ酸リチウムの材料を使って、それが周期的分極反転ニオブ酸リチウムになります。そしてそれが英語でも日本語でも長いので、皆さんはその言葉あまり使わないんですが、PPLN と呼びますね。そしてこれが、まあ、クワジフェーズマッチングとのことになるんですが、それは準位相整合になります。そしてこれがもちろん量子通信のに使いたいことになっているんですが、例えばこの左側にはこの青い丸が、それがメモリーのキュービットとして、そして、放出する光子はこっちにあるんですが、それが、まあ、オメガ1の状態が、の周波数
にはなってるんですが、ミラーに反、鏡に反射して、そしてオメガ2 の光はビームスプリッターで合流して一緒には PPLN を通ります。それうまくいくとオメガ3の光はで、が出てきて、そしてそのメモリのキュービットと光 のエンタングルメント のまま、ね、を守れます。そしてこれ が適、我々の適切な状態になるんですが、メモリのキュービットと E 波長 の光のキュービットのエンタングルメントができるようになりました。そしてこれが一つのシステムとしては重要な技術になります。